UH-1、UH-1、UH、色こいす、相性、9位、9章、F-1 は、アメリカ合衆国のベルヤクラフト社が開発した、モデル204、205、212ヘリコプターの、アメリカ軍における、正式名称。1959年により、アメリカ陸軍で採用され、ベトナム戦争などで活躍した。現在は、 後継機種のシコルスキー UH-60、ブラックホークに置き換えが進んでいるが、日本の陸上自衛隊を含めて多くの国々では現役である。UH-1 には非常に多彩なバリエーションがあるが、ベースとなったエアフレームと搭載するエンジンに応じて、可表のように整理できる。もっとも、初期の UH-1 はいずれも単動型のモデル204シリーズに、 基づいていた。アメリカ陸軍は、1959年6月30日より、負マイナス1の引き渡しを受けて、運用を開始した。当初は、軽装用途を、主としたスリック、スリックとして運用されており、最初期の配備部隊は、第101空挺師団、第82空挺師団及び、第57医療分検体であり、いずれも負傷者高装用途で運用されていた。 また、飛行性能が優れていたことから、1962年春より、武装攻撃用途を想定した、ガンシップ、ガンシップとしての運用も検討されるようになった。同年7月25日から沖縄で、15機の負マイナス 1A、9月以降より UH マイナス 1A と、解消を有するアトス港、汎用戦術輸送ヘリコプター中隊が編成され、10月9日には、 ベトナムへと派遣された。この中隊の UH-1 は、部隊レベルでの応急偽装により、M60、または M37C7.62 メートル機関銃2丁と、ロケット弾、ポット2個を、スキット状に搭載していた。アトスコーは1962年10月から約5、か月間、武装ヘリの実戦運用試験を行った。1800時間にも及ぶ、試験の結果、 護衛する輸送ヘリの被弾率は50%以上減少し、その有効性を証明した。また、その運用性格上、制圧射撃時に反撃を、ただ受けたが、損害は1機のみであった。この試験でアトスコーは、総じて5からの無機のガンシップで20から25機の輸送ヘリを護衛するが可能という結論を出した。1961年3月より、陸軍は、 改良型のモデル204バイトを UH-1B として運用し始めた。これは UH-1A、UH、モデル204を元に胴体を延長し、ローターブレードを 53cm 幅に大型化するとともに、より強力なエンジンを搭載したものであった。これにより、基本となるスリック型においては、平員7名かカー単価3台、貨物であれば 1360kg。 3000リッター BS を搭載できた。また、ベトナムにおいては自衛用として、ドアガンも装備するようになった。最も広く使用されたのがいわゆる相模マウントで、これは、キャビン後部に M60D7.62mm 基銃を、格限に一丁ずつ装備したものであった。なお、この名称の由来は不明であるが、このシステムが、相模総合補給省で製作された可能性が示唆。 されている。UH-1B では、スリック型以外に、ガンシップ型も製作され、これは1962年11月に、アトスコに配備された。UH-1B ガンシップの偽装はメーカーによる本格的なものであり、XM156 ユニバーサルマウントが、胴体後部に装着されていた。このマウントには当初、XM6E、 アーマメントサブシステムが取り付けられていた。M6 サブシステム、1963年5月に、正式化は、片弦あたり2丁の M60C 機銃を油圧駆動の重座に装備したもので、しばしば MK4 ファーロケット弾の MA-2 ポット、2発と組み合わせて搭載された。副操縦士が、一手として、高角照準機により遠隔操作したが、機銃が、 前方正面を向いているときは、機長もロケット弾用照準機によって射撃することができた。1963年末からは M6 サブシステムにファーの XM157 ないし、XM158 ポット7発を組み合わせた M16 サブシステムが開発され、初期の UH-1B ガンシップの標準装備となった。また、1963年にはファーを 片弦あたり24発、横4列縦6列の直方体系ポッド、収容した XM3 サブシステムが登場した。XM3 サブシステムは、一度にの高性能爆薬を投射可能という強力な非力投能力を備えたものの、機重を省いたロケット弾一本槍の武装であったため、通常 M16 サブシステム搭載機のチーム、 ナイトファイアチームと XM3 サブシステム搭載機のチーム、ヘビーアイアチームを組み合わせての運用が行われた。XM3 サブシステム搭載機は、ホックと通称された。これらのユニバーサルマウント用のアーマメントサブシステムに、加えて、1964年7月には、を機種仮面に装備する M5 サブシステムが開発され、UH-1B に搭載された。 その後、より収容力を増強したモデル205シリーズ UH-1DH の導入に伴い、スリック任務はこちらに任せ、UH-1B は主としてガンシップ任務に投入されるようになった。ただし、スリック型とガンシップ型が基本的に同一機体であるために、重武装を施したガンシップ型が機動性や、後続性能、速力で劣り、 変態を組んでの作戦行動が困難になるという問題が発生した。このことから、1965年9月からは、ガンシップ用途に特化した機体として UH-1C が配備された。UH-1C は UH-1B の後期生産系をベースとしており、モデル204バイトのエアフレームに T53L-11 ンジンを 搭載しているが、ローターは 68cm 幅のブレードと、フレキシブルローダーヘッドを採用した、モデル540とされている。並走としては、基本的には、u h 1ーガンシップのものが踏襲され、機種部には、M7540mm 敵弾銃装備の M5、サブシステムが、胴体後部には、XM156 ユニバーサルマウントが、搭載された。ただし、 ユニバーサルマウントに搭載されるサブシステムとしては M21 サブシステムが使用された。これは M16 サブシステムの M60C を M134 ミニガンに換装したもので1966年後半から導入された。また UH-1C ガンシップにおいては UH-1B ガンシップにおける XM3 サブシステムに相当するものとして XM159 ポットが対応された。これは空軍の19発入りポットを導入したもので、XM3 サブシステムよりも収容段数は少ないものの、これによる軽量化とポットそのものの空力設計が洗練されていたことから、機動性と航続性能への影響が低減されていた。UH-1C は766機が生産された。また、 1966年には対戦車ミサイルの SS-11 が実戦投入された。UH-1B、UH-1C を対戦車任務に用いる際、SS-11 を片側3発吊り下げられるブームを装着した。また、SS-11 は複操重視が手動で誘導する必要があり、天井には照準機が手元にはコントロールボックスが備えられた。 また、後に UH-1C のエンジンを UH-1H 同等にまで強化した UH-1M が登場したが、これは UH-1 ベースのガンシップの決定版となった。これ以後 UH-1 の機関系をもとにベルが製作した専用のガンシップとして R-1 コブラが運用されるようになっていく。アメリカ海兵隊は OH-43D よび O-1 連絡観測機の後継として UH-1 を選定1964年2月に UH-1E を受領して運用を開始した。これは UH-1B の後期生産系をベースに陸軍の UH-1C で採用されたのと同様のモデル540ローターを搭載するとともに 海兵隊の運用要求に応じた、紹介性を加えたものである。海兵隊では、スリック用途には専用の輸送ヘリコプターであるフス -1、CH-34、及びその後継の HRB-1、CH-46 を、近接航空支援には、固定翼攻撃機器を充当しており、UH-1E は、当初は、主として、連絡、観測、 負傷者構想用途で使用されていた。しかし間もなく、陸軍の UH-1B をモデルに、ガンシップ用途への投入が検討されるようになっていった。UH-1E 用に開発されたアーマメントサブシステムは TK-2、テンポラリーキット -2 と称され、陸軍の M16 サブシステムと同様に、片言につき、 M60C 機銃2丁と MK4 ファーロケット弾の7発ポットを1搭載するものであったが陸軍の M16 と異なり機銃は固定式であった。また、1967年4月からは機種仮面にエマーソンタット -101 チンターレットが追加装備された。これは M60C2 丁と弾薬500発を収容したものであった。 1963年6月、ベル社は、アメリカ空軍向けの基地用汎用ヘリコプターとして、UH-1F の契約を獲得した。これは、モデル204バイトを元にしているが、米空軍の運用要求に応じた、昇海性を加えたもモデる。その最大の変更点はエンジンであり、陸軍、海兵隊向けの機体が、いずれも、ライカミング T53 シリーズを搭載していたのに、 対し、UH-1F では、ゼネラルエレクトリック社製の出力 1250HP932kW が採用された。これは、空軍がすでに運用していた戦闘捜索救難機である HH-3E と共通化するための措置であった。UH-1F の引き渡しは1964年9月から開始され、 計百四十六機が生産されたほか、練習機型である t h 一 f も二十七機が生産された。また、後には武装攻撃に対応して、二十機が u h 一 p 仕様に回収された。また、アメリカ海軍も短距離救難機として、HH、h h 一 k を採用した。これは、モデル二百四バイトをベースに、強力な t 五十三 l 十三エンジンを、 搭載するとともに、電子機器を開軍しようとしたもので、1970年より、引き渡しが開始され、27機が生産された。また、回転翼練習機として、TH-1L が90機、汎用機として、UH-1L が8機生産された。ベル204シリーズの運用実績はおおむね、好評であったものの、モデル204バイトにおいてもなお、 収容力の不足が指摘されていた。このことから、モデル204バイトをもとに胴体を40センチメートル延長するなどの改め形を施した発展型として、ベル社が開発したものが、モデル205であった。これは1960年に、米陸軍に対して提示され、同年7月、試作機としてや、ヤマイナス 1D7 機を生産する契約が締結された。 モデル205は1961年8月16日に初飛行し、1963年8月より UH-1D として、米陸軍での運用を開始した。UH-1D は UH-1B 後期生産型や UH-1C と同じく、エンジンとしては T53L-11 を搭載しており、兵員なら12から14名。 貨物なら 1800kg、4000リッ BS を搭載することができた。アメリカ陸軍は合計で2008機の UH-1D を調達した。また、ベルシャはさらにモデル205を元にして、エンジンを新型で強力な T53L-13、出力1、044kW、1400SHP、 に乾燥したモデル 205A-1 を開発しており、これは UH-1H として1967年9月より生産に入った。アメリカ陸軍は合計で3573機の UH-1H を調達し、さらに海外向け2372機が生産された。また、海外でのライセンス生産も行われている。 UH-1B などのベル204シリーズがガンシップ用途に充当されたのに対して、これらのベル205シリーズは主としてスリック用途に充当された。205シリーズではドアガンとしては M23 サブシステムが使われることが多かった。また、空軍向けの軍用救難ヘリとして、 HH-1H H は1971年から1973年に30機がデリバリーされ、HH-43 に代わる、基地級難機として配備された。アメリカ海兵隊は陸軍と異なり、スリック用途には CH-46 を重当しており、UH-1 は武装攻撃や連絡、観測、負傷者構想用途に使用されていたことから、 ベル205シリーズの調達は行わなかった。しかし、海兵隊の性格上、洋上飛行の頻度が高く、単発では上調性の問題が指摘されたことから、総発のベル212の採用が模索され始めた。これは、ベル205をベースに、ツインパックエンジンを搭載して総発化した機体であったが、カナダ軍の運用要求に応じて開発されていたために、 カナダ製のエンジンを搭載していたことがアメリカ州国会員で問題視された。最終的に R-1J と共通の T400 エンジンを搭載することによって購入は認可された。294機のベル212が発注されて1970年に引き渡しが開始され、まず空軍、ついで海軍、海兵隊に配備された。アメリカ軍は これを UH-1N として正式化した。アメリカ陸軍は UH-1H の後継として UH-60 ブラックホークを採用したことから UH-1 のそれ以上の改良は行わなかった。しかし世界的には多数の UH-1 が依然として運用されていたことかメーカー側は独自に モデル205シリーズをベースにした発展型の開発に着手した。開発は日本の富士重工業、現、スバルと共同で行われ、モデル205バイトからにと称された。富士重工業での生産分は UH-1J として陸上自衛隊で正式化された。一方、ベルシャでの生産分は UH-1HPQE と称されている。 新造機だけでなく、既存機からの回収にも対応しており、延べ2200時間で回収可能とされている。最初の発注は、コロンビア空軍からのもので、8機の UH-1H を回収した。2003年までに、ニューヨーク市警察などから82機のアップグレード回収を受注したとされている。また、2007年には、イラクチアン部隊からも回収を受注した。 アメリカ海兵隊では UH-1N をもとにエンジンをゼネラルエレクトリック T700 の総発配置とし、シュローターを4枚ブレードとするなど R-1Z バイパーとタイアップして開発されたベル450が UH-1Y ベノムとして採用された。今後、順次に UH-1N を代替していく計画である。 陸上自衛隊では3タイプの UH-1 シリーズが導入されている。B 型、H 型には、日踊りの愛称が付けられていたが、J 型には継承されていない。隊員たちには、U1 の通称で呼ばれており、子さんの隊員ではタイプを区別するためそれぞれ B、1B、1H、1J と呼ぶことがある。日本では、富士重工業、現、 スバルが1962年、昭和37年から、陸上自衛隊向けに UH-1B のライセンス生産を行い、1972年、昭和47年までに90機を納入した。必要に応じて、ロケット弾で武装可能である。導入時は、オリーブドラブにオレンジのラインを入れる塗装を施していたが、各種名彩塗装の試験の後、 UH-1H と同様の塗装を施した、機体も存在した。全機体駅積み。陸上自衛隊は2015年3月末時点で UH-1H と UH-1J を131機保有している。87式地外散布装置を機外側面に取り付けることができる。百七十二年、昭和十七年からは機体を大型化し、 エンジンを T53K13 バイトに強化した UH-1H の調達に切り替え、1991年、平成3年までに133機を納入、民間型の B204 も販売した。富士重工の提案により陸上自衛隊の UH-1H は、米軍のものとは異なり、テールローターがトラクター型になっており、 横風での方向制御特性が改善されている。導入当初は UH-1B と同様の塗装をしていたが、蓄次迷彩塗装に切り替えられている。UH-1H の最終生産発揮は、暗視ゴーグル、フン V6 対応コックピットとなり、末期生産の少数は、ヘリコプター映像伝送装置、ヘリテレ、または赤外線監視装置が搭載された。 全機体液積み。なお、大量に保管されている修理用の部品はフィリピンに無償で譲渡される予定であり、防衛装備移転3原則に基づく海外移転となる。平成3年度、1991年度予算からは、エンジンを R-1S と同じ T53K-703 に換装し、ワイヤーカッターなどを装備した富士重工業独自の 改良型 UH-1J、平成3年防衛白書には、F-1H 改め、平成4年度防衛白書には、UH-1H 回と記載の調達に切り替え、2007年、平成19年までに130機を納入した。UH-1J は、ベルトの共同開発をベースとしているが、80%を国産技術としている。UH-1J は、 当初より、暗視ゴングル対応コックピットで生産され、また、大半の機体は、ヘリコプター映像伝送装置か赤外線、監視装置を搭載できる準備工事が施されている。エンジンカーリングの上部には、IR ジャマーも搭載可能。また、J 型の民間版205バイトも開発し、販売している。防衛庁、現防衛省では1997年、 平成9年から UH-1 後継機として、三菱重工業ライセンス生産の UH-60J 約37億円の導入も開始したが、大変高価なために UH-1J 約12億円と混用するがに変更した。平成22年度に防衛省は、平成23年度から平成29年度までに UH-1J か、 OH-1 をベースに UH-1J と同等以下の価格で長距離洋上飛行での安全性、速度、航続性能を大幅に高め、高温、高標高領域での超低空飛行が可能な新多用途ヘリコプターを国産開発することを決定した。二千十二年三月には川崎重工業が o h 一を母体に後継機を開発すること、最終的に 約140機を製造し、1機あたりの価格は、約10億円になる見通しであることが一部メディアで報じられた。そして同月中に、川崎重工から同情報が公式発表された。しかし、2012年9月、防衛省と関連企業は、次期多用途ヘリコプターの開発、納入計画をめぐる談合が行われていた疑いが強まったとして、 東京地検特捜部の家宅捜索を受けたことが判明した。これを受け、2013年1月11日に UHX 開発計画の白紙化と川崎重工との契約解除が決定された。2015年平成27年7月17日、次期多用途ヘリコプターとして富士重工業、現、スバルトベルヘリコプターのベル 412EPI をベースとした 共同開発機を選定した。2021年、平成33年から20年かけて1機12億円で150機を調達する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。